ないですか。でこうついて回って、で私は普段大学生で大学で制作してるんですけど、大学で制作してると一人でずっと自分の絵を描き続けるんですよ。だからこうやってその町の人とか学校の人とかを含んでこう制作するっていうことがなくて、そういうのがあるんだなって思って、でこう私は今回ボランティアとして6日間ぐらいそばにいたんですけれど、私6日間だけでも結構ヘラヘラしちゃうので、もう浅井さん多分 2週間以上とかずっとやるじゃないですか。やっぱそういうのの体力とか、作家ってそういうところも大事なんだなって思いました。はい、そうなんです、当日来れないんですよ。それが本当悔しくって、だからまあこうやって撮ってくださった動画見たりして、心はこう猪苗代にみたいな、魂だけ猪苗代にっていう感じで見守ろうかなって思って。